はい、皆さん、こんにちは。マイクです。今回はですね、愛知県から東京都のビッグサイトまで、東京おもちゃショーに行くために、往復約600キロの道のりのドライブにチャレンジしました。で、日産新型リーフ40キロタイプ、グレードは G グレードです。この車ですね、100%充電で、自宅に置いてですね、298キロですかね、の表示がありましたので、途中ですね、1回充電をして、で、現地に到着して、それからあと帰りはですね、途中のディーラーに寄ってですね、で、充電をしまして、その後自宅、多分ギリギリで帰れたと思うんですけども、途中の道の駅で休憩する時にですね、ついでに15分ぐらい充電して、それで余裕を持って帰ってきました。40キロリーフですとですね、往復600キロでもですね、片道満充電から走れば1回充電、どっかでの充電すれば到着できますし、帰りはですね、2回ほどですね、1回普通に入れて、もう1回は本当にちょっとですね、トイレ休憩ぐらいの時間で充電すれば余裕を持って帰ってこれます。で、私の乗ってる旧型リーフではですね、24キロの方なんですけども、満充電ですね、今160ぐらいですね、160出ればいいとこぐらいですかね、そのぐらいの、距離なんですけども、そうしますとですね、どうしても行きは満充電で2回入れます。で、帰りは3回入れないと帰ってこれませんね。で、ギリギリになってですね、最後の方でですね、もう一度4回目の充電をすれば、かなり余裕を持って帰宅できます。なのでですね、24キロと440キロのバッテリーではですね、もう全然夜充電の回数がもう半分以下ですね、半分以下に減ります。で、道中はですね、下道とほど、半分ひ、下道半分高速道路っていう感じですね。なるべく高速道路を使わずに来たんですけども、その高速道路ではもうプロパイロットをほぼ常にですね、動かしながら稼働させながら帰ってきました。じゃあ、そんなことですね、ドライブの模様をですね、今しばらくちょっと拝見していただければと思います。また、最後の方になってね、ちょっと音声の方をお邪魔しますので、しばらくご覧ください。
はい、これで今から東京から愛知県に帰ります。家系ラーメンのですね、ラーメン屋さんに寄っていたのでちょっとこんな時間になってしまいましたけど、これから帰途に着きたいと思います。途中ですね、2回ほど充電を考えております。で最後にですね、ちょっと休憩を取りたかったな、かったら、ちょっと休憩がてらですね、1回もう余分に入れて余裕を持って帰宅したいと思います。行きはですね、1回充電してそのまま東京入りましたの で、東京からはバッテリー残量が少ない状態で出発しましたの で、1回多いということ で、600キロの道のりを完走するということで無事帰ってこれましたの で、その模様をですね、また帰りのドライブの風景をですねお楽しみいただいて、それで動画とさせていただきますのでよろしくお願いします。それではご覧ください。
はい、これでですね、帰りの方に向かっているわけですけども、途中ですね、富士のサービスエリアですね、東名高速富士サービスエリアに寄って充電してきました。はい、その後ですね、もう一度地元の方のですね、日産のディーラーで1回軽く充電をしましてですね、その時はかなり短かったと思いますけどね。はい、帰りは富士パーキングと富士サービスエリアと道の駅と、それから自宅周辺のので充電で帰宅できました。今回はですね、この辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またよろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またどんどんこういう動画上げていきたいと思います。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。マイクでした。